2022年2月24日から始まったウクライナ侵略戦争は収束する気配が全く見られない中、1年と2ヶ月が経過したよね。ここまで長い戦いになることを当初は予想できなかったよね。ロシアが圧倒的な軍事力で押し切っちゃうと思ってたよ。そうだな。だが、ここに来てロシア軍が現時点での最新鋭戦車で第4世代主力戦車第5世代とする説もありである。T-14 オブジェクト148が初めてウクライナに投入されたことを、ロシア国営 RIA のオボスチが4月25日に伝えたようだぜ。うんうん。さて今回は、ロシア軍が最新鋭戦車である T-14 をウクライナの戦線に投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国営 RIA のオボスチによると、ロシア軍は T-14 を最前線の戦闘には参加させない方針とされ、射程8キロともされている長射程の手法を活かしてやや後方からウクライナ軍の拠点の砲撃を行っているとされ、西側の軍事専門家からはロシア軍は最新鋭主力戦車が露覲されることを恐れていると指摘する声が上がっているよ。 T-14 はミサイルを発射できる最新の手法や最新鋭の装甲を装備していて、ロシア軍はそれら最新技術がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO に漏洩することを恐れ、これまで T-14 の実戦投入を避けてきたと見られているんだ。しかし、ウクライナ軍が NATO 諸国から提供されることになったレオパルト2、チャレンジャー2、そして M1 エイブラムスなどの主力戦車を実戦投入するであることを見越して、それらの強力な戦車に対抗できるとされている T-14 を投入した可能性が高いと見られているな。なお、西側のメディアではこの T-14 の故障をアルマータとしているが、アルマータという名称はロシア軍における次世代装甲戦闘車両シリーズの共通戦闘プラットフォームの名称であり、この次世代装甲戦闘車両シリーズの自走砲や歩兵戦闘車なども、アルマータとの故障で呼ばれているため、T-14 のみの故障ではないことには留意しておきたいぜ。このロシア軍の次世代装甲戦闘車両の共通戦闘プラットフォームは、4つの共通車体によってファミリー化されて整理する計画であり、装甲戦闘車両は、軽量級プラットフォーム、タイフーン装甲兵員輸送車マープなど、装輪式軽型プラットフォーム、ブーメランク装甲兵員輸送車など、早期式中型プラットフォーム、クルガーゲツ25歩兵戦闘車など、早期式重型プラットフォーム、アルマータ戦車自走砲歩兵戦闘車などのいずれかの車体をベースに開発されていて、T-14 は早期式重型プラットフォームの車体をベースに開発されているため、アルマータという呼称が付けられているよ。ロシア軍における現時点での最新鋭戦車である T-14 は、2015年5年の軍事パレードで初公開され、その後も性能試験が続けられていて、ロシアが軍事介入したシリア内戦でも実戦での試験が行われていたとされ、ロシア国防省では2021年11月から年末までに20両が軍に引き渡されると表明していたんだ。その特徴としては無人砲塔が採用されていて、3名の乗員は全員が車体前方にある装甲カプセルに搭乗することになっていて、攻撃を受けた際に砲弾に誘爆するなどしても乗員が保護され生存率を高めていることにあるね。その他、無人砲塔のために発射時に砲塔内に逆流する発射ガスを排出するための排煙機エバキュエーターが必要ないことや、主砲の発射速度が10から12発分で有効射程 8km とされる 125mm 滑空砲に A81-1M が採用されていることなども特徴とされていて、この主砲の砲弾として開発されたバキューム1装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS は 90cm 超の貫鉄体でできていて、射程 2000m から RHA 均質圧炎鋼装甲換算で 100cm 相当の貫鉄力らを有しているとされ、これのほか、爆発モード切り替えが可能なテリンク榴弾や主砲発射型対戦車ミサイルとして、2A821M 専用に開発された 3UBK21 スプリンターなどが用意されているんだ。なお、これらの砲弾を45発搭載することが可能で、そのうちの32発は自動装填装置に格納されているぜ。これまでの戦車では戦車長が砲塔の上から顔を出した上で視力や聴覚により周囲の索敵を行っているんだけど、T-14
T-14 では砲塔の上部から戦車長が顔を出すことができないため、車内の戦車長の座席にあるテレビジョンや赤外線暗視システムなどをはじめとする電子工学的な方法で周囲を索敵することになるんだ。これに関しては、戦車長が感覚を活かすことなしに周囲の状況を把握しきれるかどうかを問題視する声もあり、実戦に投入してみなければわからないとされているね。ちなみにロシア軍が公式に発表している所言によれば、戦車サイズの目標を捕捉する距離は光学照準器を使った昼間で 5km 以上とされ、熱画像装置を使った夜間で 3.5km ほどとされているな。また、砲手用光学照準器は倍率4倍と12倍の切り替えが可能となっていて、レーザー測距儀の有効射程は 7.5km とされ、これらのシステムは重複して搭載され、その他に乗員の車外視察用に360度旋回可能な高解像度カメラが搭載されているぜ。T-14 の配備計画は当初2017年に最初の部隊配備がされる予定だったものが遅延されて、2020年にようやく量産開始となっているんだ。そして、その年内には最初の量産側が配備される予定だったのであるが、エンジンや赤外線装置のトラブルが発生したためさらに量産が遅れた上に、2020年からの新型コロナ渦の影響によって様々な試験などのスケジュールが遅延してしまい、現在配備されているのは数十両程度とみられ戦力としては数が少ない問題があることと、露覚されてきた大西洋条約機構NATO の手に渡り解析されることをロシア軍が恐れていることなどによって、これまでウクライナの最前線には登場していなかったってわけ。今回の配備によってどれほどの数がウクライナに確認されたかについては不明だけど、インターネット上ではどれほど最新鋭で新機軸が採用されているとしても、配備数が少ないのであれば戦力として期待はできず、新兵器の配備によって前線の兵士たちの士気が若干向上する程度の効果しかないとの見方が出ているね。また、最新鋭とはいえウクライナ軍の旧ソ連製戦車との対戦ならばともかくとして、差し当たってレオパルト2やチャレンジャー2との戦車戦となった場合に必ず勝てるとの保証はなく、場合によっては撃破される可能性があるため、これら西側戦車と遭遇する可能性がある戦場に出せないだろうと見られているよ。さらに万が一にもウクライナ歩兵が発射する携行式対戦車ミサイルジャベリンなどによって撃破されるようなことがあれば、それでなくとも凋落著しいロシア陸軍の威信がさらに落ちる恐れがあり投入したところで、後方で大事に扱われることになり、太平洋戦争の際の戦艦ヤマトと同じ境遇になるのではないかとの見方もあるぜ。結局のところ、最前線のロシア軍部隊ではウクライナ軍の正面に出して突撃させることは許されず、撃破されてしまうことはもちろん、万が一にも露覚されるようなことになれば責任を追及されることは間違いがなく、とにかくただ後方に下げて自走榴弾砲のような運用しかできないと見られ、配備された部隊の司令官にとっては頭痛の種にしかならないだろうと指摘されているみたい。また、最前線から後方に下げて運用するにしても最大射程 8km であれば、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている 155mm 榴弾砲や高機動ロケット砲システム M142 ハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムから発射される。GPS 精密誘導が可能な榴弾砲弾 M982 エクスカリバーや M31 ロケット弾などによってピンポイント攻撃を受ける可能性があるからな。ウクライナ軍の偵察ドローンに発見されれば、直ちにそれらの精密誘導弾によって破壊される可能性を考えれば、結局は支援砲撃に参加させることもできなくなり、指揮公用のためだけのお飾りとなるだけと見られているね。そして、そのような報告を受けたプーチン大統領が激怒して T-14 を最前線に出して西側の戦車を撃破せよとの命令が出されれば、最前線の司令官は T-14 をウクライナ軍に向けて突撃させるより他なく、西側の戦車に囲まれて撃破されるであろうとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。